GMT の YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。年の瀬も差し迫る今回は、2023年の腕時計のトレンドを振り返りたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。2023年最大のトピックは、やはりロレックスデイトナのモデルチェンジではないでしょうか。セラクロムベゼルのモデルには、ベゼルに縁取りが追加されており、一目で旧型との違いが分かるほどの変更が行われました。2000年に誕生したロレックス初の自社製自動巻きクロノグラフキャリバー4130は、元より完成度の高いムーブメントでしたが、新たに搭載されたキャリバー4131は、より部品数を減らすことで、さらに信頼性の高い動作を実現しています。市場にも徐々に流通しつつあり、旧型のデイトナも含め、今後の価格に注目が集まるところです。12月1日にアップした動画では、より詳細にご紹介しております。ぜひ合わせてご覧ください。続いて注目したいのはカラー文字盤です。近年徐々に盛り上がってきたカラー文字盤ですが、今年はさらに多くのバリエーションが楽しめるようになりました。2023年に大幅なリニューアルが行われたブライトリングのトップタイムは、クラシックスポーツカーをオマージュしたモデルへと生まれ変わっており、今年を象徴するポップでカラフルな腕時計です。ロレックスのオイスターパーペチュアルでは、2020年に発表されたキャンディーピンク、ターコイズブルー、イエロー、コーラルレッド、グリーンの5色の色調を取り入れたセレブレーションモチーフの文字盤が誕生し、注目を集めました。近年では今回ご紹介しているブランドの他にもカラフルな腕時計が登場しており、ファッション性が高まることで腕時計のさらなる広がりを予感させます。最後に注目したいのは腕時計の小型化です。2000年代頃から巻き起こったデカーツブームはすでに落ち着いた印象がありますが、今年はよりコンパクトな腕時計に注目が集まったように思います。それを象徴するのがチューダーのブラックベイ54であり、ダイバーズウォッチとしてはかなり小ぶりな 37mm サイズです。日本人には腕の細い人が多いと言われておりますので、 41mm、39mm に続く 37mm のブラックベイ54を歓迎する方は多いのではないでしょうか。ロレックスのデイトジャストもブラックベイのように複数のサイズ展開のあるモデルです。現在では 41mm サイズの方が人気で、販売価格の高い傾向にあるデイトジャストですが、本来 36mm サイズのものがスタンダードなサイズです。今後小型の腕時計が人気になった際、現在の価格差がどうなるかという点も注目です。また2000年代以前の腕時計はサイズの小さいものが主流でした。小型化トレンドが進めば、過去のモデルにも注目が集まり、価格の上昇が起こることもあると思われます。まだ価格の上がりきっていないこのタイミングで、改めて過去の腕時計をチェックしてみるのも面白いのではないでしょうか。今回は2023年の腕時計のトレンドを振り返らせていただきました。ご紹介した腕時計が欲しいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。GMT の公式 LINE、X、Instagram では、お得なセール情報や商品の入荷情報をお届けしております。ぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。素敵な時計ライフをお過ごしください。